んちゃということでですね、今の時間から、情報解禁となりましたジャイアントさんの、まあ、街乗るよりもちょっと乗る方向けですね、まあ、1、2時間とかこうサイクリングしたいなみたいな方向けの自転車ですね。もちろん街乗りもしていいですよ。街乗りもするし、ちょっとね、遠く1、2時間とか走ってみるけど、その中でも長く走る方に重きを置きたいと思っている方におすすめの自転車、エスケープ RX シリーズですね。その25年モデルの情報が解禁となりました。ジャイアントさん、繁忙期ど真ん中の情報解禁だけは、やめてください。もう本当も、もう本当もね、もう毎日も忙しいのに。でも僕ジャイアントさん好きだから頑張ります。あの、僕テロップでごまかす系ですね、まあ、字幕でごまかす系の YouTuber で、言い間違いとかなんかあったら字幕でちょっとごまかしたりとかたまにしてるんですけど、今回字幕つける時間ないと思いますので、言い間違いとかあったらちょっとコメント欄で優しく教えてくださいね。では見ていきましょう。エスケープ RX シリーズ、まあこれからですよね。 RX3 の情報です。価格が 86,900円ということで、 RX3 として発売していた時が 88,000円でしたので、ちょっと値段が下がってます。もちろんスタンド付きの限定リミテッドモデルだと 73,700円だったので、結構上がったなと印象になってますので、まあ、今からちょっと内容見ていきますけども、24年モデルリミテッドモデルは本当お買い得だったなと思います。で、まあ変わったところというとですね、フロントディレイラーがアセラからターニーになって、シフターがですね、アルタスの9速からアセラですね、一体型の方に変更となってます。レバーと V ブレーキがテクトロだったものが、ブレーキがテクトロですね。シフターはブレーキレバーと一体型のシマノさんなので。で、ギアは9速 HG201 11兆から34兆だったものが、HG41 の8速の11兆から34兆ということになってます。ハイとローのギア比的なものは変わんないけど、9速から8速になったということです。で、サドルがコネクトコンフォートニュートラルからエルゴコンタクト、SR3AC の 28C タイヤからエスケープ R タイヤの 30C ということで、まあ、28C から 30C ちょっと太くなったということですね。昨今のですね、まあ、価格上昇の中で、まあ、価格を維持する、ね、少しでも安く売るために段数が 2×9 の18から 2×8 の16になって、でタイヤもエスケープ R タイヤだから、まあ、ランク的にちょっと下がってるというイメージです。やっぱり見てってよかったなと改めて思います。4月中旬発売になってます。サイズとかカラーによって若干ね、入荷日は変わってくるかと思いますが、4月中旬からですね、 RX3 の情報です。続きまして RX2 ディスクですね。こちらは定価が118,800円、リミテッドがない時で11万、リミテッドで91,300円のスタンド付きだったから、まあ、8,800円ぐらい値段が上がってる。リミテッドと比べると2万ちょっとか。やっぱリミテッド良かったですねで、まあ何が変わってるか、その8800円分何が変わってるかというと、アセラマイクロシフトとかなんとか、まあ RX2 ディスクにはガチャ要素が入ってました。アセラかマイクロシフトかアルタスかマイクロシフトかとか言っている、まあシマノさんの部品と、まあブレーキのテクトロの油圧ブレーキだったところが、シマノさんの最新のディレイラーですね、キューズが使われているということで、まあ 2×9 とかそういうところは変わってないんですけども、まあね、今注目のシマノさんのパーツが使われているっていうところはいいんです。ただギア比が9速の11兆34兆だったものが、急速の11兆から36兆になってますので、まあ、坂道とかなんとかこうね、多い方にとって言うと、ローのーね、ギア比が一番低いやつが36兆とかのところになってくるので、
でこれは結構いいんじゃないんでしょうか。サドルがコンタクトコンフォートニュートラルだったものがエルゴコンタクト、こちらも SR3AC の 28C だったものがエスケープ R タイヤの 30C ということで、まあ RX3 もそうですけど、フレームがちゃんと SL グレードになってて、フロントフォークもカーボンのフロントフォークちゃんとなってますから、まあ嬉しいっちゃ嬉しい、ね、RX2 ディスクではありますが、118,000円、やっぱりミテッドが狙い目だったなという印象です。こちらはカラーサイズによって4月から6月の入荷ということになってます。と最後がエスケープ RX1 ディスクということで、こちらはですね154,000円ということで、値段は変わっておりません。この時期に値段が変わらないで同じようなものを出してくるってすごいなというふうに思ったんですが、ギアクランクですね、もともとはティアグラの2枚の50丁と34丁のものがついてたんですが、プロホイールさんの2枚ですね48丁と32丁のものに変更ということになってます。だからティアグラで全部統一されてたものが、ギアクランクだけ、プロホイールさんになったと。やっぱ島野さんのはね高いんですよ、島野さん。とサドルがこんなコンタクトコンフォートニュートラルが、こちらもエルゴコンタクト、タイヤが SR3AC28C がエスケープ R タイヤの 30C ということで、まあ上手にね、コストダウンさせながら価格を維持したというのがエスケープ RX1 ディスクということになってます。ギアクランクが変わったことによって、50丁の34丁だったものが48丁の32丁ということで、それぞれ2丁ずつ減ってるんですよ。ギア比でいうと、まあ、24年モデルが50対11の 4.55、 34対34で1だったものが、25年モデルのキューズになると48対11の 4.36、 32対34の 0.94 ということで、スピードはちょっと出しにくくなってる、まあ、坂道には強くなってるっていうイメージになってます。この RX1 ね、ギアクランク変わったことでこのギア比が変わってるのはね、本格的に乗る方にはどういうイメージになるのかっていうのは気になるところです。5月中旬から順次出てくるようです。これもサイズによって変わってきますね。色はデジタルブルー、デジタルブラーブラウン、デジタルブラーブルーということで、ちょっとね特徴的なこうジャイアントのデザインが入ったカラーです。これなんか面白そうだからね、入れてみたい気はしますが、なかなかうちのような一般店にはハードルが高い商品にはなってきてますね。でまあこれを見たところによると、まあやっぱりリミテッドがいいなということで思うんですが、もうメーカーさんは持ってませんので、お店、そういうのを仕入れてるお店を探すほかないというような状態になってます。で例えばもう僕なんかにどっか持ってるお店ありませんかねとか、なんかいろいろ聞かれても僕はもうわからないので、まあね、近くのお店、自分がアクセスできるようなお店に、まあ、電話で聞いてみたりとかね、するしかないのかなと、言ってみるしかないのかなという気がします。今はまあ、ジャイアントさんがね口火を切ったこのリミテッドというか、まあ、値下げ競争、他のメーカーもだいぶですねこう追いかけていっている状況です。もうね今25年モデルを入れようとして倉庫開けなきゃいけないから、もうねやりたくなかったけど値下げみたいなこといろいろやってます。で僕ねジャイアントさんの時はなんか上手にねそのね値下げの波に乗れたんですけども、今回先日ですね上げましたグリーンのモデルです。グリーンのメーカーの C スポーツワン、C スポーツワンとか言ったらね、グリーンのメーカーの自転車が入れた時は85,000円、93,500円だったものが、3月1日になんと69,800円、だから76,780円、15,000円ぐらい下がったということで、初めて食らっちゃいました。のメーカーの値下げ法を食らってしまいまして、まあ大赤字ですけど、
ね、もう下げて売るしかないなという状況になってます。こんなのがいろんなメーカーがですねこそこそをやってて、今はめちゃくちゃお買い得な商品がお店とかに溢れてると思いますから、まあ、来年再来年とかぐらいまでいつか買おうと思っていた方は今はめちゃくちゃ狙い目と思います。お店にある製品狙った方がいいと思いますので、ちょっと頑張って見られた方がいいんじゃないんでしょうかっていうのは、ちょっとねこのねジャンツさんごめんなさい、この25年モデルを見ながらもう今そういった感想を持ったところです。